あなた、象形文字なんて学んで誰と文通するの？外国語を学ぶことは母国語を学び直すことだ。嘘を学ぶことは真実を学び直すことね。嘘の片鱗も含まない恋なんて信用できないな。あれ？この問題集、回答がついていない。恋についているのは解釈例だけよ。